はいどうも旅行おじさんです。本格的に暑くなるちょっと前にですね、人生で初めて岩手県に遊びに行ってまいりました。大阪からだと岩手県花巻まで飛行機が飛んでるんですけど、この飛行機がめっちゃちっちゃいやつで、見ての通りこの歩いて乗るんですよ。ボーディングブリッジみたいなのがないんですよ。平日だったのもあって座席もかなり空いてて、結構自由に席選べる感じでした。岩手県普通に楽しみすぎた結果、今回もあんまり動画撮ってないんですけれども、よければ私と一緒に遊びに行ってた真央くんのはしゃぐ姿をご覧ください。到着いたしました。はい、すごすごいねすごい正気かマジで。ちょっとすいません、僕が到着時間と離陸時間を間違えて伝えてしまったせいで大丈夫です。真央さんも無駄に1時間ぐらい待たせてしまったんですけれども、本読んでました、文学に浸ってましたこの花巻からは、うん、なんか、まあ、ここなんか一生宮沢賢治押してくるらしい。いいですね。そうそう、宮沢賢治、俺一回昔高知県行ったことあるんだけど、高知県永久に坂本龍馬押してくるから、多分あの感じでまあいいんじゃないですかだと思うんですけど、ちょっとね近いらしいので、宮沢賢治博物館的なところ、はいはい、もう少し行ってみようかなと。行きましょう、はい、ぜひ行きましょう。おーすげえな、ね、森、山、なんか雰囲気あるね。あっちイートハーブ館らしい。イーハトープ、ごめん、イーハトープだ。イーハトープって何？イーハトーブは、うん、もうありていに言っちゃうと岩手県の文字に、へえ、宮沢賢治が、うん、作った架空の地名。へえ、おいすげえ、いいね、注文の多い料理店、いいね、どうかいちいちこらえてくださいみたいなすげえかわいい文章書いてある。あってかあるんじゃない？あすごい、どなたも、ほら、あすげえすげえ、どなたもどうかお入りください、決してご遠慮はありません。あすごいすごい、しかもこれなんでか知らないけど、うん、本編だと2人ぐらいの男が入っていくんだけど、うん、なぜかそいつらこの文章を見てタダで飯くれるんだって思うんだよね。なんで決してご遠慮はありませんとはそういう意味だとか言いながら、急にタダで飯くれるんだとか謎のことを言い出す。ポジティブすぎるななんか何もかもダメだったんですけれども、はい、ここすごいですね。めっちゃ綺麗、すごい、すげえ、これが綺麗だ、花巻の、すげえなぁ。うわ、なんか遠近感がめっちゃ綺麗。何これすごい、いいとこにありますねこれね。これいい立地、結構山の上にあるからこの場所が、うん、でも新花巻駅から、うん、多分タクシーで10分ぐらいで着いたよね。うん、そんなもんだったと思う。もうちょっと、うん、しかも帰りのタクシーを呼ぶのも気力もなくなったので、はい、まあ、新幹線がねちょうどあれば、うん、新幹線で行くのが早いんですけど、うん、ちょっと歩きあれで行きましょうか。なんかジブリ店みたいなのやってて、そうそうそう、おすげえこれまだ入れんじゃんと思って入ろうとしたら、うん、やってなくてまだ、そう3日後だった2人で落ち込みながら帰ってきた、やだってこの後東北新幹線で盛岡に向かったんですけれども、新幹線乗ったら10分で着くんですよね。早すぎるな新幹線、改めてびっくりしました。すげえな、まあ、やっぱ冷麺気になるよね。絶対行こう。こちらが清浪閣の、盛岡冷麺となっております。食べてみるか。あ、そうそう、辛さ調整的になってね。そう、まずはいただきます。あ、すげえもちもちだ、ね、めっちゃ、うん、あ、うまっ、うまいね、うまいわ、やっぱ違うな、ね、え、なんかつけ麺食ってるみたい。そう、わかる、つけ麺だよね。すげえ、つけ麺の麺だわこれ。そうすげえ、冷麺の麺じゃねえよこれ、ね、よし、おい、ここが今回お世話になるお部屋でございます。よし、なんで荷物置いてあるんだ、どうして荷物がこんなところに、もうまるで一度荷物を置きに入った後みたいじゃないか。
その後初見のふりをして部屋に入ってきたみたいじゃないか。やめてくれよ、まったく。あらぬ疑いよ。はい、ということで、こちら道民院って結構日本中に展開しているまあそのビジネスホテルのチェーンホテルのはずなので、まあまあまあお部屋はねビジネスホテルでもベッド広ベッド広、これダブルベッドかこれ。いつもと同じく、真央くんとは部屋を分けております。うん、プライベートな時間って大事やからね。うん、いくら友達とはいえね。で、よいしょ、窓の外は、まあ見なくてもいいかなって感じです。ウェルカムサービス。やったぜ。おお、これ、あれ、でも行列できてなくね。行列は、俺ら入ったらトワさんと奥さんですね今日は開けておきました、ね、お待ちしておりました行列は買ったぜ。イエイ。とりあえずね、とりあえず1回とりあえず1回1回、1回まあこれでいいんじゃねえの。じゃあ、あんま…でかっ。これ良かったな、2個とか1人2個とか欲張らないで。昨日の晩もう行っちゃう、3つ行っちゃうとか言ってたもんな。そう、3つ行こうよって言ってたもんな。頭おかしい話してたな俺1日終わるわすげえなボリューム。なんかでもすごい混んでなくてよかった、ね、あれかな。まあちょっと来たの若干店開いてから遅いから、ね、まああと平日なのもあんのかな。ぜひ中の素晴らしさが伝わるように。ちなみになんですけど、うわすげえ。ネットで見たやつと一緒だ。ちょっと上と下とくっつき方が難しいやつ。すいません、素手で触っちゃったんですけど。あ、全然大丈夫ですよ。我々両方ともテレビを、はい、じゃあ、み。どっち、俺、どっちから見て。俺から見て、み。だから、左。全然話になっちゃう。あ、でもなんか半分だったら食えそうな気にしてきた。これ、まあ、確かにこれぐらいな、うん、これですでに、普通に100円で売ってるパンぐらいの大きさ、うん、マクドナルドのハンバーガーぐらいはあるからな。あ、おいしい。うん。朝食向きのパンだな、これ。おいしい。うん、めパンが柔らかい。うまい。うん。あんこの甘さめっちゃいいな。うん、ちょうどいい。予定にはなかったんですが、はい、小祝農場、やってきまいりました。やったね。時間的にそんなになさそうだから、とりあえずソフトクリームこう。うん、そうしよう。広すぎ。広すぎうち。広すぎ。なんかさっきさ、はいはい、タクシーの運転手さんが結構いろいろ説明してくれたけど、はい、3000ヘクタールらしい。あ、でもソフトクリームある。とりあえずあれ食おう。そうだね。3000ヘクタールがさ、うん、なんだっけ、山手線内側の面積の半分だっけ。半分って言ってた。その3000ヘクタールの40ヘクタール分ぐらいが、うん、なんかこの入れるところになってるみたいな。ね。これ、じゃあこれ40ヘクタールってことでしょ。40ヘクタールあるらしい。40ヘクタールの時点出たぞ、うん、もう。そりゃ車もあるよ、移動用の。あ、本当だ。あれ。あれ乗せて。サファリゾーンで乗るやつ、あれ。そうだよね。小祝のソフトクリーム。うまっ。え、なんか固形の牛乳の塊を食ってる。すごい。なんか。2段階ぐらい伸びる。あ、本当だ。なんかコクがあるとかじゃなくて、なんか、うん、めちゃくちゃうめえ牛乳の冷えた塊が口に入ってる。そうすげえ。すいません。あ、すいません、ちょっとやらなきゃいけないんで。そんなことはないんだよ。あ、対象年齢3歳から12歳だそうです。あ、大丈夫です。かけてください。はい、 3×12 を押してください。僕はまだ大丈夫です。何を見せられてるんだ。まあそう、狭いです。はい。ああ、怖い信じてください。300円はもう入れました。入れたよ、ちゃんと。本当なんです、信じてください。君の分プラスで100円も渡してちゃんと。そこまで取っときゃよかったって思いました。信じてください。確かに。こいつらちゃんと入れたんです。ちゃんと払いました。よし行ってみるか。なんかすごい今達人の間合いいるね。達人の間合い。
え、おいで。来ない。あ、なんか気づいてないのかな、あれ。わかんないのかな。外で見てたの女の人だから、そりゃ向こうの方に行くよね。僕だったらそうする。ほら、向こうのお姉さんいなくなったよ。しゃあらへん。あ、来た。野郎が人参くるらしいや。どっちからあげる？取ろうか。マジ？ほいほいほい。おお。食い方怖えよ。おお。歯茎怖えよ。わかる。お前歯茎怖えよ。にーって歯茎出してる。うわ、怖い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 。あとすごい虫。虫もいっぱいいる。よし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 。あ、でもよしよしよし。ご飯食べてるのはやっぱどの動物でも可愛い。可愛い。おいおいおい。よしよしよし。おお、すごい。はいはい、まだある。羊が。め。羊ってこんな声で鳴く。これ目じゃないだろ。おっさんがゲロ吐くときの。深夜3時ワタミ。男子トイレから聞こえてくる。うめえ。子供でも結構声ね。こいつよ。お前よお前。お前そう、子供はまだ可愛げあるね。うん、でも声がでかすぎる。あいつ可愛いな。ね、可愛い。うめえ。これ全部だって自分たちで丘作ったって話聞いたらちょっとたまげるよな。ここだけでもさ相当広いけどさ、うん、ここだって小岩井農場の3000あるうちの40なんでしょ。3000のうちの40 1% ちょいよ。全体のって考えたらすごいよ。やばいよな。すごいことよ。じゃあなんかお土産ちょっと見て帰りますかね。そうしましょう。龍泉堂来た来た到着いたしました。来た来た。龍いる。奥に龍いんな。やっぱり。あ、龍いる。いやもう山マジでやべえ。すごいな。まあ今日はね、なんなら岩手県で一番楽しみにしてた場所ここなんでね。楽しみです。うわすげえ楽しみ。現在 28.7 度、洞窟内温度 11.2 度。ダメかもしれないね。待って寒い。ええ、ちょっと待って、冷蔵庫寒い。これ業務用冷蔵庫の温度じゃない。え、うわすごい。え、すごい。照明の溝縁縁でした。え、すごい寒い。あ、でもまあ風なければ大丈夫。確かに今のところまだいける、うん、でも俺業務用冷蔵庫の温度だこれ。寒い。あ、しかもさ、これさ、うん、下がツルツルな上に濡れてるから滑るぞ、うん、死にそうになったら絶対助けてね。母さん、はい、寒くないんすか。寒いよ。お前何モコモコ来てんの。何モコモコ来てんだお前。だから俺はウルトラライトダウンを持ってきてんの。俺はクレバーなの。でもまだ耐えるわ。え、すごい。え、何ここすごい。怖いわ。狭っ。あとね、あの、うん、ちゃんと洞窟なので、うん、あの我々声がでかいので響くんですよ。ちょっと気をつけましょうね。他にもお客さんいるんですけど、これうるせえだろうなって思いながら喋って。すいません。お、月宮殿。あれ、何これ。昔のネットのハンドルネーム。月宮殿。大地地底湖入り口。どういうこと。地底湖見れるんすか。地底湖ってどういうこと。地底湖なんて、いや分かるだろ。なんで地底湖分かんないんだよ。35メーターなら潜れると思った。え、すごい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 。え、怖い怖い怖い。すごいすごいすごい。すごすぎるこれ。すごすぎる。なんだこれ。これえぎ。これえぐいな。これが35メートル。ちょっと今腕を突き出して撮ってるから、僕の握力次第ではカメラが全て終わります。でもその時はすごい迫力のある映像がこいつの中に最後収録されることでしょう。よく拾える前提で話してるな。もう無理だぞ。おお、すごい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 。すごい。耳、耳苦しい。すいません。お父さん、ここ何段でしたっけ、全部で。170ぐらい。170。
割とマジで舐めてた。これは確かにちいちゃんはダメかもしれない。マジでちゃんとスクワットと同じ負荷がかかってる。あ、足に。うわおー、こりゃすげえ。こりゃすげえ。すっげえ。下だって俺らがさっき通ってきた道よな。そうだね、第一地底湖だね。すごっ。はあ。すっげえ。いい運動にもなるし、いいな。高いし怖え。なんかこの辺が岩泉町だっけ、うん、っていうところで、なんか岩泉ので作られてる、なんか大谷翔平が褒めてたらしいです。大谷翔平が世界で一番うまいって言ってたらしい。大谷翔平はすぐそういうこと言うからな。俺みてえなやつなんだ。全部のマジで世界一。これマジうまい、マジうまいっす。世界一うまくない？大谷翔平俺なの。あ、世界一うまいわ。あ、おいしい。うめえ。うん、あ、おいしい。結構、うん、なんだろう、あのもったりしてるタイプの、うん、ちゃんと加糖されてる。いや、小岩井ヨーグルトとどっちが美味しいのかな。どっちも美味しいや。あ、でもね、結構種類違うわ。こっちはさらっと飲めるけど、小岩井のはもうトロトロだったから。これもだいぶ重いけど、うん、これがさらっとしてると感じるって。小岩井のやつやばかったよな。やばかった。第2弾龍泉堂地サイダー。まあ、龍泉堂の水自体がなんか飲める美味しい水らしいので、それで使ってるよな。龍泉堂で売っているだけで、龍泉堂の水は全く使っていませんとかやったら嫌だなと思って。嫌だ、okay、それ嫌だ。 あんま甘くない。へえ、これうまいかも。へえ、あ、いい匂いする。サイダーのいい匂い。ちょっとあと、あ、よく見たらドラゴンブルーって書いてあるんだけど、中日か何か関係ない。ドラゴンブルーポケフタあった。かわいい。初めて見たかもしれん。日本百名城らしいですよ。へえ。なんかね、うん、あのすごいですよ。石垣がめちゃくちゃ築かれてる、まあ、これすごいよね。そう、一回ちょっと登ってみますか。行きますか。攻め込むぞ。でんでんでででで、めちゃめちゃスロープある。あ、すごい。なんて攻め込みやすいんだ。皆さん、本丸ありました。本丸ある。よかったです。本丸ありました。ここが本丸です。知らんけど偽物やろ。本丸攻め落とさんで、僕たちの勝ちです。じゃあ帰ります。これが東京駅の元になった。東京駅と同じ人が設定してる銀行。元になったかどうかは知らんらしい、ね、うん、なったんじゃないかって言われているらしい、でもめちゃくちゃ東京駅って言われてる。確かにこれのでっけえやつ。東京駅ってめっちゃでかいから、なんかよくわかんない建物やけど、うん、これはなんかちゃんとあのコンパクトにまとまってるから建物っぽくていいな、ね、すごい。ベアレンビール。ベアレンビール。これなんかね、クラシック。なんか盛岡をちょっと行ったところに工場がある。本当は俺見学行きたかったんだけど、はいはい、びっくりするぐらい見学やってない日だった。で、トワコンは黒ビールで、俺はクラシックです。あれ、モーさんは黒ビールアンチか。黒ビールね、あんまね、得意じゃないんだよ。ちょっとうまそうだぞ。泡が印象なくならないんで、諦めます。あ、美味しい。あ、苦い。うめえ、うめえ、うめえ。これがぴょんぴょんシャレーメンだ。太さがちょっと、あ、なんか細い気がする。確かに細いね。さあ食べます。結構違うね。コシが強くて噛み切れねえ。うん、でもここからカレー。マジ。あのね、辛いの入れてみよう。辛さはね、こっちの方が高いかも、うん、おはようございます。お天気普通。はい、3日目の朝でございます。まあ、行きたかったとこはね、結局なんだかんだいろいろ行けたので、とても楽しい旅行でございました。最終日もね、ちょっとまあもしかしたら行けるかもしれないところが残ってるのと、まあお土産買いに行ったりとかね、いろいろして最後まで岩手を楽しんで帰りたいと思います。
生姜でかくねえか。ね、一発で。これをこう麺とに絡ませつつ食べる。あったけえ。あったけえ。あ、うまいうまい。さて、やってまいりました。はい。こちらが、噂の丸缶ビル。これが噂の。そう、花巻のね、あるなんか花巻で結構有名な。はいはい。すげえ、なんだこれ。やべえ。はい。あ、なんかめちゃくちゃいろいろあるの。小稲荷さんもいるわ。小稲荷さんちょっと食べたい。というわけで本日は丸缶食堂さんの丸缶ラーメンをすすっていきたいと思います。なんかね、ちょっと正直あんまお腹空いてないんですけど本人出てくるな。やりきれ、すすりきれ。あっ、うまっ、めっちゃうまい。マジいいね。マオさんはオムライスです。あ、オムライスいいね。あっつっ、あっ銃弾巻き。うわ、なんか箸で食うらしい。食べます。すごすぎるなこれ。あ、すげえ、これ全部食うの大変だぞ。あ、でも美味い、うまい、美味しい、甘い、冷たい。うっす、というわけで、はい、ソフトクリームも食べましたし、はい、なんか食べたかったもん大体食えましたね。全部食えた。うん、で、私はこの後飛行機で帰ります。マオさんが新幹線かな。はい、はい、ということで、岩手県結構楽しめました。うん、すごい良かった。あ、疲れた、はい、疲れたし、お腹がいっぱいだ。あとなんか今奇跡的にタクシーが一台近くに止まってるから、これに乗って僕は帰ろうと思います。じゃあありがとうございました。また別の旅行でお会いしましょう。バイバイ。というわけで岩手県の旅でした。行きたいところ全部行けたわけじゃないんですけれども、全体的な満足度はめちゃくちゃ高かったですね。食べも美味しかったですね。まあ、これが一番嬉しいからね、旅行で。移動結構大変だったんですけど、まあその分自然も豊かでね、なんか久しぶりに心がデトックスしました。そして帰りの飛行機はやっぱりめちゃくちゃ揺れてすごい嫌でした。ではまた次回別の旅行動画でお会いしましょう。ありがとうございました。